サポーターの皆さんからすると大きな出来事だったんですよね。すごく迫力がありましたし、まあ、改めてやっぱりサポーターの力、ファンの皆さんの力というのは。ここまでボールをキープします、岩田。あとここが引っかかりました。さあ小泉、縦に速いカウンター、浦和レッズ。中央に松尾、ファーサイドにはモーベルグ。小泉はモーベルグを使う。さあボックスに入ってきた、左足のシュート。早速キックを破りました。前半5分先制、浦和レッズ。少し小泉に引っ張られた大外のモーベルグ、最後は見事な左足ですよね。一番得意な形でした。だ小泉が運んでる時にもっと一番いいニアのポジションに入ってくるかなと思ったんですけど、少し我慢しながらボックスの幅でボール受けましたし、最後はしっかりキーパーの動きも見ながら止めて見て巻いてサイドネット、うまく大森のインターセプトからマイボールにしました。岩田、松尾が来ている。あ、奪った。さあ自分でボックスに入る、折り返す、そしてフリーで小泉。前半13分追加点、浦和レッズ2対0。まあ、しっかりコース限定しながら入れさせて、足に当たったところですよね、はい、離れた場所をしっかり狙ってました。で速さもありますんです、ありますけども、最後のやっぱり丁寧さ、ここですよね。少しボールが浮いてたっていうのはあるんですけども、岩田からするとやっぱり1失点目もそうですけど、やっぱりすごくもったいない失点ですよね。はい、もう完全に狙ってますから。でボックスの中に入ったら1回顔を上げて、まあ、小泉も動きを止めずに一番いいところに入ってきました。鈴木の前で最終的にはインサイドでしっかり流し込むと。前から行くモーベルグ、ここも前から来る裏の守備を剥がしたいんですが引っかかりました。さあここから松尾、左足打った、サイドネット。まだ手元の集計、シュートはありません、岩田。あ、うまく奪いました。大森からファビアン・ゴンザレス、そして金子、前線2人で攻撃に移る。左足のシュート、わずかに左に外れました。いや、いいんじゃないですかね、はい、受けた場所も非常に良かったですし、空間でもらった松尾。さあ小泉、伊藤もスルスルっとボックスに近づきます。右サイドモーベルグ。さあ1対1、得意のゾーン、またぎ入れて縦、右足で上げた、ファーサイドバット、ポストに当たってゴールイン。今日2点目モーベルグ、前半の40分。縦突破して右も持ってるんですよね。そうですね、はい、もちろん今みたいな今の場所に狙ったかどうかは別として、はい、やっぱりモーベルの形で仕掛けさせてしまったっていうところが大きな問題だったと思いますね、はい。まあ、このまたぎのフェイントからクッと縦に行って、おそらく中合わせたと思うんですけども、はい、いいとこ飛びましたよね。江坂からロングボール、さあ優香、足元トラップして張って流します。カットインしていく、ボックス内ボールキープ、落として小泉が運んできた、左足、ナイスキーパー、梶川うまく止めました。来た岩尾、スルーパス、小泉から入って秋元、狙いすまして左足、ファーサイド、伊藤敦樹、左足ボレーシュート突き刺さりました、4対0。公式戦2戦連発大外の背中ですよね。松原も顔振ってるんですけども、前の選手に釣られたところですよね。まあ見事だと思いますね。パッと顔を上げて、もうフリーだった伊藤敦樹のところ見えてたと思いますし、はい、まあ、落ち際しっかりインステップでフリーだったんで振り抜くと、まあ、手感も非常に良かったですし、これだけフリーだったらですよね、もうしっかり準備して思いっきり振り抜きました、はい、小泉スルーしてファーサイド秋元、近場の小泉、中を見てクロス、ファーサイド大久保、コントロール、オーバーラップ伊藤敦樹、持ち出して右足のクロス、胸コントロールから小泉、5点目浦和レッズ、アウェーで攻撃陣大爆発。後半の21分、小泉今日2ゴールです。梶川の動きもしっかり見ながら、まあ、止めてパッと顔を上げて、最後はインサイドでゴールに向かってパスですよね。そうでしたね、はい、まあ、一つ一つのプレーがすごく丁寧だったと思いますし、やっぱりボックスの中でこれだけやっぱり自由を与えると、まあ、何でもやると思うんですよね、はい、まず止めると、またですかね最後ね、はい、冷静ですね。トラップギア狙っていました、真渡り、
そこからつないで中間ポジションを受ける江坂、左足でスルーパス引っかかってユンカーに通りました。さあ1対1だ、左足ユンカーも決めた、今シーズン最多で6ゴール目ですよね。受けた場所ですよね、奪って少し低い場所だったんですけども、前からのプレッシング剥がして、この受けた場所が非常に良かったです。で反転してから少し持ったところで背後を狙ったんですけども、いいところに落ちてきましたし、岩田の選手の足に当たったんですよね。最後はそれに対してユンカーがしっかり反応して受けて左足で流し込みました。うまく受けた上原、またを通そうとしますが塞がる。ワンタッチ、山本から左サイド松本のクロス、ジャミを越えていきます。セカンドボール、左足のシュート、上原の左足はわずかに右に外れました。まあ、どんどん突きに来ますから、はい、だからそこの剥がし方とその背中の人の配置みたいなところは、あ、縦パス入った、ジャミー左足ー止めた、西川ナイスキーパーですね。スタメンの小泉、ここの時間でも自分で運べる左足のクロス、ユンカの前でリカルド・グラッサです。コーナーキックです、浦和レッズ。その前で試合終了のホイッスル。今日2ゴール1アシスト小泉。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.